踏み始めと踏み終わりはかかとがなるべくついてた方がいいですね。で浮いちゃうとえいってなっちゃうんで、制御するのが難しくなるので、ちょっとつけ気味で行った方がスムーズに運転できる。
断してみて、何がいけて何がいけないかっていうのをちょっと見極められる。3で回りたいですね。100ぐらいになるとちょっときついですね。車は動いちゃうんですけど、間でやっぱ一回アクセル離せた方がいいですね。一回パッとアクセル離した方が車の動きはキュッて一回変わるんで。そこからね、戻るのも優しさが必要なんです。芝に入ってるんで、ちょっとずつ戻ってあげないと滑っちゃうんです。
You go down 5 laps of fuel left.
この週最後にしてあとね一週計測分ちょっとだいぶ私しました。You've got about 2 laps of fuel.抜いてあげれば、こんな遠赤ぐらいからそれを踏んでいけます。
じですね。はい、ちょっと一周なるべくスムーズにっていう意識でちょっといってみます。はい、まず1、2コーナーは全力では踏まないんですよ。半分くらいなんです。まあ、目印はこの白線を越えて通路までの間にちょっと踏み始める。みたいにあんまり止める時間はないんです。まあ、ちょっと調整してあげるようなイメージでいくといいと思います。次はこの曲げ始めのところでちょっとアクセル離したりですとか、ほんのちょっとブレーキを当ててあげる。でこのダウンロックの入り口は一番外から全力全開で入っていけるというこの登ってる間、アクセル緩めなくても済む。で、グライトでは手前で落としといて、踏みながら行きたい。2つ目は、手前で3速で落としといて、アクセル踏みながら抜けていく。ヘアピンの進入、外側から一回まっすぐ止めて、ブレーキ残しながら曲げていって、真ん中ぐらいから全開で立ち上げる。実車だともうちょっと外通りますので、ね、レーシンググリップが高いとこのイン側通れちゃいます。この右の通路から一回落としていって2つ目の進入で3速で落としてしっかりイン側につけて全開で抜けていきが出るとかなり速いと思います。今の26秒。